オッケーです。さあ始まりました本日の外野戦17戦、メンバーは久々のミモラ、ナッチャン、ゲッキー、ロク。さあロクは今日がですね、ちょっと一時的に外野戦ちょっと実家の方に用があって帰るということで、最後の外野戦つわものになって帰りたいと意見を出る。さあゲッキー、孫のアレックス。さあこれちょっと元気がキャラ的にはきついと思うが、実力的には一番上だろ、元気か。さあそれではただいまのマイナスプラスの状況なんですが、ミモラプラマイゼロ、ナッチャンマイナス1、元気プラマイゼロのロックプラス1。さあ中央勝利決まってリープガードしているミモラ、若いドブ小足下ろしガード、ナッツゴーした、リープ見てイエックス勝利。先の頼む夏中盤ブロッテ5番から来た、だいぶエクシスト昇竜拳でしっかり切り返して中盤をブロッテ、マイラバン行くぜよ、ヘイトレの中盤ブロッテ、イケクスキー高すぎる、ヒモラ若い、どんな攻防なんだこれは。さあここでミモラ取り返す、ミモラが一瞬でサモノに上がるのか、バカとガードできないミモラ、今のはちょっとタイミングが上手かったか、どうして下ろし、やっぱりミモラはちょっと世界が違う、若い時に戦争に教えてもらったことがあるという、実はそういうエピソードがあるミモラ、昔KOの弟子だった、ミロッテちょっと分かるか、両方剣と見せかけてのパシ、こっからミロラ、さあ次元気かな、元気。さあ久々に登場した元気、さあ今日はですねちょっとボスさんが用事があるということで、ボスさんのあの素晴らしい解説を今日はちょっと聞かせることができないので、一人で頑張んなきゃいけないんですが、よく見たら横にシャオさんがいるので、シャオさんに解説の方をお願いしたいかなという、絶対俺よりサードのことはしてるんで、やっぱセカンドからやり込んでいるメスターシャオ、知識は任せてくれと。さあこの対決がシャオさすがにどうなんですよね、今圧倒的に圧倒的ですよ、そうですよね、昔から言われてますよね、ただ元気あるね、これぴったりしてくるんですよね、中盤からあれ何でしたっけ、ウィーク勝利権、ウィーク中盤から勝利権奪って、元気が取り返す、取る。さあ5番ね、あれ元気の得意技はダッシュしてきたのに、コバコバレイド、ここでバラしている、そういう段階ではないという読み合い、バーボール決まってダッシュ系、あのダッシュ系絶妙に上手い、ここで一番からトサナミ、あのトサナミじゃないんですね、青春時の戦略ピオル、大反転ピオル、これは絶望、今裏に回っただけで一瞬でピオルってますかね、ここでゲイゴンの得意技の中盤からおお、ここでジャンプしてミモラ強い、元気を手に払わないという、もっと合わせ、ミモラ次が決まって、ミモラ取る、強すぎる。さあ次は6、 You win. Alright, that's cool. 期待の新星ミモラついに復活、ここで出てくるのが6、前情報だと6が7-3でミモラに勝っている、完全な嘘だ、ただここでロクが本当に倒すことできれば6-4だってことは信じたい、勝利に決まって勝利勝利、誠戦のロクが中盤中大昇竜、昇竜決まってロク強い、今日は強者になって帰りたいと言ってましたが、ロクがこの調子いくと王様でいっちゃう、カラクサのスピリットアバタスマギー絶対やってない、リープが変身になるとかどんな読み合いなんですかね、あれはうますぎる、今のは本当に大変よ、ガードさしてから移動からきた、早すぎる、このカラクサのスピリモラ取り返す、隣でなっちゃんが吐いてるんですけど
ラッツがハゲロ吐きそうになってますね。さあ EX 勝利決まって中盤チェスト、チェストを投げる、ロク投げる、これはトサナミではないから結構強めにいけるのか。久々の登場でこの強さ、ミモラ。さあどの未来が楽しみだ。壊し壊し壊しから死ぬぐらいじゃ出ないわ。ロクかかとはさすがに食らわないぞ。投げ上がらして困っていく、下がりチェストをロクがガードしている。ここの受け攻めで俺はミモラが発動、思うが分かんない。うわあ、ここで怖い。聖地発車お願いします。今のは感動的。それではなっちゃう。さあなっちゃん再び登場。この勢いのミモラ、誰が止めることができるのか。投げ上げません。さあなっちゃんといえばもうサード10年選手。さあミモラといえばもうまだサードやれって2年しか3年なのかな。まあ、昔は地元のゲーセンでやっていたらしいですが、そこで EX 級を見せたな。マラス、ナスが決め、ダッシュ中大が決まってミモラから1本取る。さあナスがここでミモラを強者とすることができるのか。80系から勝利系強気、どっちが若いのか分かんない。さあ、またグッシュハドくん。さあ、そう簡単には上がらせないよと。さすがプライドおかげで中盤10代決まって本日ね。さあ、ミモラがこれは普通にやられてしまうのか。クゼをキャンセルしてる。ここでまだキャンセルする余裕がある。10番をしっかり重ねて夏が取る。さあ、ミモラプラス2ですね。それでは元気。元気来ました。ニコニコ動画は俺を見ろと支援心登場ですね。支援心が今日はいい試合をしないと支援できないですからね。ここでなんかまた狙ってくるんじゃないでしょうか。ダッシュを投げてました。元気反応が早い。さあ見寄ってしまうのか。さあ今のはブロージャンプかな。アレックスに対してブロージャンプを仕込むと値段が弱すぎて何でも返してしまうという最悪な力になるから。でも元気はそんなこともつがいす。ジャンプ中盤中盤っぽい。あーそうです。もうここでパクリをミスったんですかに。あ、ミスてないっすね。当たってますね。おー溜まってます。元気どこで使ってピアルスで出たんだ。まだ打つ。さあバックステップで回避。お互い形成の前で元気はあの投げや、ダッシュ投げをちょっと食らいすぎるっていうのが元気の作戦。あそこで元気をグラップが完璧になってしまうと相当強くなってしまう。それでこそまだ中学級グリラク中学級グリラク決まってんだろう。これどうするなっちゃん。しっかり着信投げを決めて元気が取る。さあさっきなっちゃんを応援したのこれなっちゃんに勝つ。さあここでミモラの攻防を止めて元気がまたそれを阻止。この戦いは俺の見てる感じだと元気が勝ち越してるかなという第一印象。さあ続けてスーパーエルボーはこのままですよ。大きい攻めはどうする。近づいて下ブロから投げ大足ブロって中足の流ダッシュそこら辺が角ハンドロック。最大を毎回決めてくるがそれを狙いすぎて毎回ミスる。8周系ガードして10万円を一歩かけにここまでさすが中段戦といった感じ。あのまま行ったらカラジャンプを駒投げをしっかり決めて。さあ6周足から陣内が出ないが投げる中大波動陣内中盤エルボ決まって逃げ捨てる投げ今フラッチを見えてましたが投げられてた。
小箱はしかし俺は元気か僕が勝つのか立ち受けが置いてあるウィークファイナルラウンドエンゲージゴミが入ったら強いやつではない壊しまし出ないここは惜しいさあここは人材をいかにフルマックスに使っていくかが勝負の決めどころ投げ行きません壊しましでしっかり決まる下がってきなね読んでいたのか地獄車中盤たちにこれは完全にロックの流れだが元気が髪端に持ってってこれはボムが決まって元気になってさすが今ジエンドゴロですね完全にジエンドゴロそれ若手鍛える星見物再び見物が開幕あれは何を読んでたの俺また元気だってこんなにあなたを呼び出すわおーミオリンゴミオッキーさすがにカズヤと流れやってるだけ悪いアレックスへも任せろカズに一言お願いします無理っすよあれ無理らしいですカズヤさんからコメントいただきました俺は実際アレックスから見て誠はどんくらいなんですか8人か準備と誠はやっぱどっちがいいですか準備の方がやっぱ9人同じくらい誠が薄いんですぐピアラされますおおこれ逆にピアラシュート撃撃なんだ今のはロクみたいな呪いロクの呪いが出てましたね今さあ手芸でしっかりフィニッシュロクちゃんはあそこからやられるんでちょっと今ロクが違いますねダッシュマンをあんな使い方があるわここでレイドからシュルゲキバラシポイントはマジでうまいさあシュゲさあカズヤが8人になっていたが8個大事に激化すことができるのは大感覚レイからあんなところから移動からした完璧に生き物の場合ベストを引っ張ったシュゲからの正中線ゴーラン次ゴーラン強しそれでは次さあ第2戦なっちゃんが負ければ降格これでミモラがですねプラス3今の状況を話しますとミモラプラス3なっちゃんマイナス2負ければ降格元気がプラマイゼロ6がマイナス1といった感じ6だけですねプラスポイントから始まってるのでちょっと優勢だが6は1勝もしてないあ、下足なんでしたっけあの、中足勝利は1本目ですよ、確かさっきのなっちゃん、ちょっと色は違うんですが気分転換かロッカー昇竜拳を打ってる中盤しっかりつなげて、ミモノ取る本当にロック、これ7歳で賢しているのかって裏から壊し込まん壊しからの信頼大きくね裏回りのグラップして壊し込まん大きくずらしていたここで引き上げが入っている地獄黒丸画面端これは今回も正中線だとしてるので画面端がちょっと強気でいけるここにブロから逃げず10段の強さではない
Into the heat of battle. Go for it. ロクがこのスピードについていけてないと思ったらしっかりってわけに。初ツアーもの拍手お願いします。さすがでした。それではですね、10段戦一旦終了です。ミモラ強すぎる、おめでとう。